フェラーリ156回1は、スクーデリアフェラーリが1961年から1964年にかけて、海一世界選手権で使用した、フォーミュラ1カーである。社名の156は、1500cc の6、気筒エンジンを表す。フェラーリとしては、初のミッドシップ海一マシンであり、1961年に、コンストラクターズタイトルとドライバーズタイトルの2巻を、 獲得した。1961年、回1のエンジン排気量制限が2.5リッターから1.5リッターに引き下げられたため、フェラーリは D の V6 として知られる、回2を1.5リッター V6 エンジンを搭載する156回1を開発した。バンク角65度のティポ178エンジンは、コベントリークライマックスエンジンやポルシェの空冷式、 水平対向エンジンを20馬力以上しのいでおり、シーズン中には低重心化とパワーアップを狙った120度広角タイプも投入した。シャーシは遅まきながら FR 方式に見切りをつけ、暫定テスト車 246P と会議用の156回にお経て MR 方式を正式に採用した。フロントのエアインテークは尾行のように左右分割されており、 シャークノーズというニックネームが付けられた。設計者のカルロキティにちなんでキティノーズとも呼ばれ、250TR61 年型などの競技用スポーツカーにも用いられている。短く尖ったノーズから車体後部へと絞り込まれていく個性的なボディラインはフェラーリの歴代界1マシンの中でも人気が高いデザインの一つである。156回1は デビューシーズンに大成功を収めたが、翌年にはイギリス勢の巻き返しに合い競争力を失った。キティに代わり開発責任者となったマウロ・ホルギエリがイギリスの技術的優位を取り入れた結果、後期型の156回1はオリジナルの面影を残さないほどの回収を施された。フォントリップスとヒルレギュレーション変更に乗じてフェラーリが圧勝するという展開は、 1952年シーズンの再現であった。フェラーリは選手権8戦中5勝を挙げ、1958年に制定されたコンストラクターズタイトルを初めて獲得した。AS のフィルヒルとボルフガングフォントリップスが2勝ずつし、フランス GP ではプライベートチームフィザの新人、ジャンカルロ・バゲッティが F1 デビュー戦優勝を記録した。 ベルギー GP ではフェラーリが1の4位を独占。勝利を逃した2戦は、ロブ・オーカー・レーシングのスターリング・モスが、類稀なテクニックで制したものだった。ヒルとフォントリップスのドライバーズ・タイトル・ドーモン対決は、地元イタリア GP でフォントリップスが、観客14名を巻き添えに自己死する悲劇で決着がついた。フェラーリは、最終戦アメリカ GP を欠場し、 アメリカ人初の F1 王者となったヒルは、母国外線を果たせなかった。コベントリークライマックス FWMV や BRM の V8 エンジンの登場により、フェラーリの馬力優位は失われた。156回1は1勝も上げられず、ホルギエリはシーズン中にシャークノーズをやめて、一般的なノーズに戻し、足回りにも変更を施した。 不審の責任を負わされたヒルはシーズン後 ATS に移籍する。156回1エアロ1963年型は、ボッシュ製の燃料噴射装置を採用し、156回1イニエジオネとも呼ばれる。イタリア GP では、交換スペースフレームにアルミプレートをリベット止めして補強したセミモノコックシャーシを投入。このシャーシ構造は、 航空工学の応用を意味するエアロという別名を持ち、ホルゲーリはカーボンモノコックが登場する1980年代、初めまで20年近く使い続けた。フロントのサスペンションアームとコイル、ダンパーユニットはダブルウィッシュボーン、アウトボード式からロッキングアーム、インボード式に改められ、ホイールはスポークから合金製ディスクとなった。この年加入したジョン・サーティースが、 ドイツ GP でロータスのジム・クラークの連勝を止める一勝を挙げ、チームは上昇気運を掴んだ。エンジニア的素用のあるサーティースは、開発面でもチームに貢献した。V8 エンジン搭載の新車158回1が登場し、156回1は、セカンドドライバーのロレンツォ・バンディーニが4戦、スポット3戦のルドビコ・スカルフィオッティが一戦使用した。 バンディーニはゼルトベク飛行場で行われたオーストリア GP で優勝したシャーシエンジンタイヤシャーシエンジンタイヤ 246PF1 フェラーリドットコム2010年4月28日閲覧156回2フェラーリドットコム2010年4月28日閲覧フェドラツーネイタリアーナスクドリーオータマビリスティッシュ回1では2例のみ 1950年の F1 開幕戦で優勝したジュゼッペ・ファリーナも記録上デビュー戦優勝となる。前年度を足す25がアルミパネルで成形した古物コックシャー紙を導入し、フェラーリ以外のほとんどのコンストラクターはこの方式を取り入れた。156回1。フェラーリドトコム2010年4月28日閲覧。156回1から63。 フェラーリドットコム2010年4月28日閲覧ありがとうございます。